はい、こんばんは、マチュピッチュンです。まあ、本日ね、見られたと思うんですけど、麻酔からの簡単なレースでしたね。はい、まあ、ああいうレースばっかりやったら助かるんですけどね。ね、一応ね、明日のレースの予想なんですけども、これも簡単です。準優なんでちょっとは荒れる要素があるかと思ったんですけど、他のレースに振り分けたような感じがします。で、714、要するに増木、平原、そして岡田誠陽、これが、関東ラインですよね、難関ライン。そして26、これが鳥取優吾と、山崎康美。鳥取110点からのバック回数14回の選手なんですけど、まあマークする選手がちょっと足りない。これ下手したら7番に決められて終わりですよ。今日みたいなレースになる可能性高いです。で、佐伯翔太、バック10本かけてます、静岡のね。それと、3番の道場、同じ、静岡同士なんですよね。はい、で、まあ道場は結構何でもできるような感じなんで、まあ、5番の佐伯が、バック10本かけてますから、先行したら面白いんやろうけど、ちょっとそれをさせてくれるようなあのメンツではないですね。はい、なんでか言うたら常に言ってるようなマスギや鳥取を相手に、どこまでできるんかなということです。3-3バンクなんやけどね、まあ、バックまで持っていったとして、そこから道場が行ってもその上行かれるっていうのがちょっと力の差ありすぎんのんちゃうかなっていう感じなんで、そうなったらなったでも全然関係ないんかなというふうに思います。で、あと8番9番が、まあ、渡辺豪大福岡99点と新村が、まあ、たった一人でやるよということで、まあ、新村が何できんのかなっていうふうな感じはしますよね。はい、やっぱり点数の違いっていうのはもう脚力の違いと言って差し支えないんです。何が一番ね、あの競輪でね、あの大事か言うたらね、上がりタイムの平均波論とか最高波論とか 1000m 独走とか握力とか、まあ、全然関係ないです。この競争得点、現時点の力のあり方は競争得点です。はい、言うたらこんな95点とか100点の選手がこんなあの平原とか増木とかと同じレースにほんま出るのがおかしいぐらいで、昔のそうですね、記念競輪の、まあ、準決勝クラスでなかなか95点やそんな選手が残ることもなかったんですけどね。まああの近代の競輪でもはたまにそういうことがありますよね。はい、もうついていくのが精一杯です。前が欠けたらもうついていくのが精一杯。はい、でね、これね、結論からも申し上げますとね、もう本当に言うと鳥取優吾が死にかけしたら、そこへ、例えば道場と要するに、佐伯が絡んだら面白いかなと思うんですけど、やっぱり力違いますね。これも素直ならなりません。はい、ということで最終的にこういう感じのレースになります。まあ施工者としてもね、そんなわけのわからないやつが残ったって売り上げ知れてるんで、まあはっきり言うた上に強い選手が残ってほしいですね。明日の11レースで、はい、3時55分発送なんですけど、本命7番1番、見ての通りです。まあ、杉平原3着誰やねんっていうことですね。もう107、80になっても不思議じゃないような、3着はやっぱり点数上位者を並べました。はい。まあ、道場であり、岡田で、岡田はね、並びなんで、それ岡田なんで100点になったやろね。この選手、107、8点は持ってたんですけどね。はい。ちょっと調子落ちなんかな。100点はないやろうなっていう、まあ、44歳いう年齢かな。で、志村。一人のね、自力の一人の。ここらあたりだろうなと。で、穴なんやねんと、その折り返しです。17。普通ここでね、日本線引くんですけど、あんまりの配当安いんで穴に持っていきます。刺されたんが穴やというふうなね、そういうロジックですよね。全く一緒です、3着は。3、4、2、9。
予算人気です。ちょっと並びが違うだけで、一緒です。これが穴にならざるを得ないんですよね。で、大穴どうやねんって言ったら、連結外れた平原の時ですね。さっき言ったような、ちょっと謀反みたいな起こされて、鳥取と、関東ラインがぐちゃぐちゃーっと言ってしまって、それをもう、力ずくで、マスギが、まくり追い込みなりして。で、自分は頭に届いたんやけど、2着、もう例えば1、3着とかの場合ね。うん。で、2着にちょっと、何わけわからんのがなんだぞっていう時も、この4329の並びはこれ不動なんですよ。うん。やっぱり順優あたり来たら、さすがになんぼなんでも、95点や97点やと、100点やとかいう選手は、やはり力ではちょっと来にくいんで、得点上位の選手が、やっぱり来るんじゃなかろうかと。いうことですよね。これはな、あくまで7番からこの穴、大穴来るときは、ちょっと手間取っちゃって、まあ、杉がまくりに回らざるを得んようになったとき、鬼のようなダッシュでまくっていくんやけど、ちょっと平原が若干口開いてもうて、3着に落ちたよなとかいうときに、こういう感じで2着が来るんじゃなかろうかと思います。はい。もう17になるときもね、相当前に行って、行くケースなんで、もう本当こっちかこっちかで決まるのが定石やろなと思います。でもジャレ戦で俺ちょっともう手元不如意で、今までのレースでちょっとあれやっていう人はもうここからこう言ってください。まあ言うたら8点あるんですよ、ほんまはね。そのうちの1点がこれなんで、7点から7点流してもいいわけです。この、要するに平原だけ除いて、ここが大穴です。まあまあつくと思うんですよ。1771はもう鉄壁のラインやって誰が見ても思うんでね。そやから、これからの紐穴、意外と思ったより、ただし71、すごい売れると思います。うん。2連単でとてもやないけど、こんなん1点張りで買う人なんてね、10万単位で払えへんかったら面白くない ?1 万張って5000円来たとか7000円来たとか、そんなことに対して1万単位まで張りにくいなと思う人もいると思うんですよね。はい。それからまあ明日はね、でもどっちにしろね、安心してこのラインで買うてください。施工者も絶対残ってほしいのは間違いなくこのメンバーでは、マスギと平原なんですよね。これが決勝残ると残らへんのって全然売り上げがやっぱり違ってくるんですよね。そのことを考えて、多分このメンバー構成もしたんやと思います。うん。このラインが勝つように仕向けたようなメンバーになってます。まあこれはね、松戸っていう場所もあったと思います。はい。もうやっぱり固めにね、ここは勝負行くべきはないかな。相手も紐穴。そういうレースです。まあ次は、落車でも、あるいは失格でも、2着をさばいてね、相手こかしてもうたとか思わず、そんな時だけですね。はい、いうことです。以上です。